皆さん、こんにちは。マダリグリビーチです。今回は、新ギレンド予防、ベリーハードチャレンジ、プレイをしていきたいと思います。もう、ベリーハード残っているのがですね、実は、ガルマだけになってます。よくもここまで、新ギレンド野望のベリーハードプレイをやってこれたものだなと、我ながら思うわけなんですけども、もういよいよね、この、ガルマ編を残して、ベリーハードチャレンジは、完了と。いうことになってますので、今回は満を持して、ガルマ編をプレイしていきたいと思います。ベリーハードです。まず、サポートキャラクターですね。まあ、誰か強いものを入れるっていうことはしないんですが、レズンぐらいはパイロットとして入れましょう。あと、ライルも入れておいても年齢的に問題はなさそうですかね。ハマーンとかはちょっと若すぎますので、ライルとレズン。それに、まあ、いつもの、ガデム、スレンダー、ジーン、デニム、このあたりを入れておきましょう。では、これで、ベリーハードチャレンジ開始します。歴史介入ポイントもむちゃくちゃ、溜まりましたね。宇宙世紀0079、9月18日、開戦より9ヶ月余り。戦局は膠着し、泥沼の戦いが続いていたが、戦略上の価値もない辺境のコロニーで戦いは大きく動き出したのである。シャア少佐率いるジオン軍特務部隊はサイドセブンで連邦軍の最高機密 V 作戦を発見。攻撃を試みるも、その規格外の性能によって多大な被害を被ってしまう。だがシャア少佐は大気圏内に逃げ込もうとする V 作戦の試作兵器に陽動作戦を敢行。地球方面軍司令ガルマザブ大佐が支配する北米大陸に誘い込むことに成功したのである。ガルマ大佐、シャア少佐から緊急通信です。よう、なんだい赤い彗星。その呼び名は返上しなくちゃならんようだ、ガルマザビ大佐。珍しく弱気じゃないか。敵の V 作戦って聞いたことあるだろ。その正体を突き止めた。そのおかげで私はザクを8機も撃破させられてしまった。大魔王だな、そんなにすごいのか。そちらにおびき込みはした。君の手柄にするんだ。よし、そのご厚意はいただこう。ガウ攻撃空母で迎え撃つ。はい、一連のシャアとガルマの会話ご覧いただきました。ここから実際のプレイに入っていきます。まずは V 作戦の阻止です。北米大陸に侵入した V 作戦の兵器群を迎撃してください。もうこれはホワイトベースと、それの搭載モビルスーツ、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクですね。V 作戦の兵器群は、新造戦艦及び複数の新型モビルスーツで構成されています。勝利条件は V 作戦の兵器群撃破。敗北条件は10ターン経過、もしくはガルマの戦死です。では、まずは、マップ確認しましょう。ホワイトベースがここにいますね。艦載機見えていませんが、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクであることは間違いないと思います。それにドップの3スタックが2つですね。マゼラアタック。ガウにはダロタが乗ってます。で、こちらのガウにはガルマザビ大佐が乗ってますね。部隊の方ですが、ここにはデニム、ジーン、スレンダーがいるぐらいか。で、ここには、シャア。これがコムサイのドレンのところに入っています。どうだろうな。まずは生産というか、まあ、要請かな。要請します。久しぶりだと、ちょっと操作があやふやで申し訳ないんですが、要請します。モビルスーツから。3連星の、
高機動型ザクは強いんですが宇宙専用なのでこれちょっと要請できないですね。あとはガルマ専用のザク2、これ要請してもいいかな。あとはドズルドね、この専用ザクも攻撃力ヒートホークがめちゃくちゃ強いんで欲しいですね。あとは、まあ、指揮官用のザク2はないかなと思うと、ザクキャノンは、これ、180ミリキャノンがレンジ3持ってるんで、これ結構強いんですよね。これをちょっと何ユニットか要請しましょう。それに、ガルマの専用ザク2。これ要請します。こんなところかな。これで行きましょう。じゃあ残りはザクキャノンで埋めます。こんな感じですね。一旦でいずれも受領できるので、一旦そうだな、ここのザク2の陸戦タイプには登場させちゃいますか。レズン登場させましょう。で発進させちゃいます。で、ガルマは戻りましょう、一度。終了します。で、次のターンで、ガルマは、自分の専用ザクに乗り換えてもらいましょう。では、部隊展開していきます。まあ、怖いので、一応ですね、散布しながら進みましょう。めちゃくちゃ強いですからね、このホワイトベース隊は。ガルマ大佐、無罪のカプセルを収容しました。おう、シャン、お前らしくもないな。連邦軍の船一隻に手こずって。言うなよ、ガルマ。いや、地球方面軍指揮官ガルマザビ大佐とお呼びすべきかな。士官学校時代と同じガルマでいい。だが赤い彗星と言われるほどの君が仕留められなかった船とはね。大気圏を突破してきた戦艦であるということをお忘れなく。ジオン十字勲章者であることは保証するよ。ありがとう。これで私を一人前にさせてくれて、姉に対しても私の男をあげさせようという心遣い。笑んな、ゲームを見ている。はい、ザッキャノン受領しました。敵の動き、まああまり速くはなさそうですね。ホワイトベース確かに地上では運動性能あまり良くないですからね。ではまずはガウから乗り換えます。ガルマはガウからこの専用のザクに乗り換えるので搭載していきましょう。で、あと足の遅い、まあ、このザク2の F 型ですね、これ乗せておいてもしょうがないのでザクキャノンに乗り換えてもらいましょうか。ではちょっと迎え撃つポイントを変えます。もうちょっと北で敵を迎え撃ちたいので、部隊を散らしていきましょう。で、ガウに乗せていきたいと思います。ザクキャノンをやっぱりメインで使っていきたいかなと思うので、こんな感じですね。ではこれでターンを送ります。ライルはガルマが乗っていたガウを引き継いでもらいましょう。ガンキャノンとガンタンクがおりましたね。
ではガルマとガウを入れ替えて、こんな感じですね。これで敵を迎え撃ちます。ついでにシャアも使いたいので、コムサイ命令も使っちゃいましょう。で、この先に備えてですね、一応妖精でザクキャノンをさらに増やしておきましょう。それにガウ攻撃空母ですね。さあガウを狙ってきたな。ホワイトベースがガウを狙ってきたので、これ一旦ダロタ防御でしのぎます。ドレンのコムサイがかなりダメージを負いましたね。ではいよいよホワイトベースサイト本格攻勢に入ります。一気に仕留めたいので、まずはザクキャノンはしっかり距離を取って攻撃をホワイトベースに集中。コムサイからはシャアを出します。索敵をしっかり当てられましたね。これで攻撃します。で、ドレンは一旦下げましょう。このままここにいるとドレンが撃破されてしまうと思うので。で、さらに、スレンダー、それに、ジーンなんかも乗り換えましょう。ザクキャノンに乗り換えます。ちょっと面倒ではありますけど、このあたりしっかりやっておくと、だいぶ違ってきますからね。ではザクキャノンもホワイトベースの攻撃に加わりましょう。で、いらないこのザク2をガンダムの前に並べて盾になってもらいましょう。どれくらいこれで削れるかですよね、ホワイトベースがね。まさにホワイトベースに集中攻撃をかけているという状況なので、なんとかね、ものにしてほしいなとは思います。ガルマも発進だけして、指揮力だけ発揮してもらいましょう。さあ、これで、ホワイトベースを落とせるか確認します。逃げられると厄介なんで、確実にやっぱり仕留めたいですよね。削れる、削れる。落とすところまではいかないか。あともう一撃が必要でしたね。では撤退というか逃亡を図るホワイトベースは追撃します。で、ガンダムの攻撃の一撃を受け止めなくてはいけないですね。ホワイトベースは逃げるわけじゃない。やるな、シャアがやられた。シャアがアムロのガンダムの前に撃破されてしまいましたね。この後シャアはどっかで編入して使いたいところですけど、戦列に復帰してくれてます。手こずっているようだな。なぜあの機密の凄さを教えてくれなかったのだ。言ったさ、ジオン十字勲章者だとな。次のチャンスを狙っているんだろう。あ、抜かりはない。俺も協力するさ。君の手助けができるのは嬉しいものだ。助かる。私は良いとも思った。水臭いな、今さら。さあ、ではそのシャアが戦列に復帰してくれてるということなので、シャアも使ってですね、追撃戦を行っていきましょう。まずはなんだかんだ言っても
このガンダムも仕留めておきたいですよね。で、それとは別に、しっかりとホワイトベースを仕留めます。でドップの編隊は、まあ、ダメージを負ってるものは一度撤収しましょう。で、いや、ガンダムはどうかな。一旦ここで待機した方がいいかな。先にホワイトベース確実に仕留めましょう。これで確実に落とせると思います。シャアが再びやられてしまいましたけど、まあ、シャアは何度でも復活してくれると思うので、先にホワイトベースを倒します。撃沈しましたね。では残ったガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、これらを撃破して、まず最初のミッション、任務をね、完了していきます。まあ、ベリーハードなんで連邦軍とその他の反抗が早い早い。シャアが先制に復帰してくれました。不死身のシャア。では、またシャアを使って、ここで確実にアムロを撃破しちゃいましょう。で、残っているカイ、それとハヤト、この辺りもね、撃破に向かいます。このガンタンクと撃ち合うのはちょっと嫌だな。まあでも、まあしょうがないですね。ガンタンクと打ち合いましょう。で、ガンキャノンの方はこれで撃破できると思います。補給すら受けられる余地のなくなった、ホワイトベースの艦載モビルスーツなんで、まあ、確実にまずはガンダムを撃破ですね。いや、またシャアがやられた。アムロのガンダムめちゃくちゃ強いですね。ガンタンクのハヤト、回のガンキャノン、撃破完了です。まずは最初の目標を無事達成することができました。まあ、幸先がいいかと言われるとちょっと時間がかかってるので微妙ですが、まあ、まずはね、ここからクリアしていかないと始まらないので、シャアが再び戦線に復帰。敵の心臓戦艦及び全モビルスーツの撃破を確認しました。全軍に作戦終了を通達せよ。 V 作戦の阻止に成功したと。おめでとうガルマ。だがこうもあっさり木馬を倒されたら私の面目が立たないじゃないか。そんなことはない。君の協力があればこその勝利だ。これからも力を貸してくれ。そう思ってもらえるとありがたいが、ドズル閣下から帰還命令が出た。
空に戻らねばな。残念だが仕方あるまい。いつか共に戦える日を楽しみにしている。ああ、勝利の栄光を君に。はい、 V 作戦の阻止完了してます。グラナダのキシリア様からの通信です。発言力3万はでかいですね。素晴らしい戦果です。私とてザビ家の男です。これぐらいの功績当然です。頼もしい言葉です。しかしメンツにこだわり功を焦れば正しい判断ができなくなる。分かっていますね。姉上は心配性ですね。それぐらいの分別はあるつもりです。良いでしょう。今さら小言を言うつもりはありません。実は今回の功績が評価され、ジオン十字勲章の授与および少将への昇格が決定しました。私は少将に？はい。それに伴い地上部隊の全権があなたに委ねられます。名目上の地球方面軍司令ではなく実権を手にするのです。気を引き締めて任務を遂行なさい。はい、地上軍全権獲得です。階級も少々に昇格。まあやることが増えた分大変になりますが、これ最後のベリーハードチャレンジなので楽しみながらプレイをしていきたいと思います。ギレン総帥から通信です。お、ギレンからも連絡が入りましたね。これがどういう意味かわかるな？はい、わかります。地上を制圧しジャブローを落としてもらいたい。 V 作戦のデータを分析した結果、近いうちに連邦軍はモビルスーツを量産化し戦線に投入してくることが分かった。迅速に地上を制圧せねば我が軍の勝利は厳しいものとなるだろう。とはいえジャブロー攻略は困難だ。まずは着実に地上の拠点を抑えるべきだろう。可能な限りの戦力を地上に向かわせる。任せたぞ。はい、地上制圧作戦開始です。特別拠点の所有数が12、これは宇宙も含めてだったと思います。12制圧するとジャブローの攻略が可能になるという内容です。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、地上制圧作戦を始めていきたいと思います。